皆さんどうもこんにちは、まるです。ということで今回なんですけども、今回はいつもとは違います。そう、いつもとは何が違うか。ってことで、今日はね、いつもと違う、何かをね、ちょっと紹介していきたいんですけども、今回はこちら。いや、なかなかクオリティ高くない？こんなことない？ちょっと待って。サングラスだったらこれいけたな、これ。今回はね、こちらの商品をね、提供してもらったので、ぜひともこれを使って、こういうことしてみなさい。みなさいということでね、今回こちらをね、もらったので、今回こちらを使って、ちょっとね、荒野行動をね、まあしていこうかなと思っております。まあ、ちょっと簡単にね、ちょっと紹介だけね、ちょっと早速させていただきたいんですけども、で、これちょっと開けますわ。見た目はこんな感じですね。見た目はこんな感じで、ここにはマイクがついてましてね。で、まあ、被るとこんな感じです。被るとこんな感じで、被った感じ、耳に優しいし、なんかここの周りが、ちょっとポカポカしてて、耳、結構これヘッドホンつけたりすると、痛いんすよ。多分、痛いんすけど、結構これ長時間でも全然耳柔らかいんで、まあ見た目も今つけてみた感じも全然良きかなっていう。耳にあんま負担がないんで、長時間ゲームする人にとっては結構いいんじゃないのかなという。今実際俺もさっき一回ちょっとね、使ってやってみたんだけど、これのいいところってね、まずこれ Bluetooth なんですよ。無線なんですよ。今時って、まあ俺もまあ昔からずっと使ってるのは、イヤホンなんですよ。だから、いつもこのなんか首とかこうやって、振ったりすると、まあ、その、Bluetooth なんで、基本的にはあんまり、まあ、取れたりしないっていうところもいいし、しかも、これのいいところって、まあ、ちょっと数メートル離れてるところとかに、こうやって歩いてっても、そのまま聞こえるっていう。そういうのも結構良かったりとか、まあ、あとは、まあ、PC とかやるときは、基本的にこのね、この USB を挿してもらって接続してもらえれば、簡単にできる。で、あとは、スマホの場合だったら、変換アダプターをちょっとまあ、つけてもらって、やれば、まあ、イヤホン、これも使えることができるっていう、まあ、めちゃめちゃ簡単なやつですね。まあ、あとは、ここにまあ、音量調節するところがついてたりとか、まあ、いろんな機能がね、一応ついてて、まあ、これ使ってみた感想なんですけど、まあ、これに関しては、基本的にまあ、マイクも、ボイチャとか普通にする分とかだったら全然ね、音質も全然普通にいいと思いますし、まあ、でもまあ、なんか、ボイチャとか普通にゲームするぐらいだったら、全然差し支えないのかなっていう感じですね。ってことで、早速、これをつけて、やっていきたいと思います。レディゴー。レディゴー。よし、やるか。おー、これはもうマンション戦行くしかないのでは。でもね、一つだけ言わないといけないことが、俺喋ると声うるさすぎて周りの音聞こえなくなるんですよね。ちょっとやばい、いるね、上野の公開だな、これ。あー、聞こえる聞こえる、いい感じいい感じ。でもね、やっぱ俺が黙らないとちゃんと聞こえる。これ俺の声量の問題だからね。一回ね、拾え。オッケー、うますぎ。もうしっかりと見てやっていく。奥に敵いるよね、怖いな。 AR 系の武器1個ぐらい持っときたいよ。でもな、音を聞く限り周りにはいなさそうだが、しかし敵は一体出てどこから来るのかわからないが、しっかりと把握してみておく。え、それ胴体なの？はい、OK。 2発だから、 SR2 発当たる位置いたらそれはあかんぜよってね、お話なんですけども。来てる来てるね、下で困ってんのよ、これ。上がってこないな、これ、多分、きっと。ん？絶対そこに持ってるよね。あ、いや、外にいるわ。やばい、こいつ！グレートだ！やばい！え？あ、クレシカル投げてる。あぶねえ。どっから来てんかと思ったら、ほいで怖すぎだ。怖すぎだろマジで。やべ、あいつめっちゃ走ってる。はい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 、麦畑のね、戦いね。
あー、麦畑の戦い来ちゃったよ。はい、ここだけ。え、あいつの因縁の対決はここまで来ちゃった。いや、アンチ始まるわ、行こう。いやでもまだやられる、あいつだってだらきるだね。でもよーし、あいつ多分回ってきたな、もうそろそろ。どうだろう、そこいると思うんだよね。目の前いるわ。あぶねショットガン強すぎショットガン強すぎ。ワロタンゴすいません、あれです。まあまあそういうことっすよね。まあ足跡聞こえてたんで、まあ目でも見えてたんでね、ギリギリ。もうここがやっぱ違うなと。今日の僕やっぱ一味も二味も違うぞと、まあそういうことなんですよね。いや、ちょっと久しぶりにこの武器使っちゃう？威力も弾の速度も、あの理論上この武器が多分一番強い、普通に。まあ、あくまで理論上だけどね。実際どうなるかって聞かれるとわかんないけど。よいしょ。まあやっぱ近距離とか SMG で戦った方がやっぱ強いってのはもちろんあるからね。はい、いますね。あ、待って。やばい。自分、ガソリンないっす。誰か、ガソリンを開けてくれる人いますか。いや、この際も八尾台でも仕方がないとちゃうか、これもう。もう八尾台乗るか。先に人持ってたらどうしよう、これ。いや、なんか後ろから来てるんだけど。いや、マジ？お、お前、大胆不敵すぎだろ、それ、お前。いや、絶対逃がさない。クレーが来たらやばいよね。いや、もう見られたかな？見られたっぽいな。お、渡れないの、これ。渡れなくなってんだ。グレとかで飛ばしてきそうじゃね？おーおい、お見合いちょっとよちょっとおい、どっちからか出すもん、これ。右か左か。いや、これ右、いやー、右端に隠れてるな、こいつは。折らせて読む。だから、あえて、いや、まあ、右にいなかったとしても、逆に俺は右に呼ぶっていう。待って、もしかして、もういないじゃね？音も特に聞こえないね。特になんか、いそうな感じの。足音とかは一切聞こえないから、多分遠いところに多分いるんだろうね、きっと。いやー、いないなー。もうここまで来ると、まあちょっとまた遠距離戦でもあるから。でも室内戦とかだと、やっぱね、使えるね。やっぱ全然音が違うわ。ま、聞こえる。いる。こっち行ってる。ほら、いる。え、ちょっと待って、あの、これ当たったに、敵が硬かったです。いや、まあ、あと俺が黙ればいいっていう問題かな。でも基本的にみんなさ、静かにしながら多分ゲームするから、めちゃめちゃ聞こえてる、今。びっくりしたもん、今。左、てん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 って走っていこうと聞こえたもん。俺、あの丘だと思うんだよね。静かにないと音マジ聞こえない。おやまくん、来て。左行け、左突っ込め、行け行け、いいぞ。バカ、こっちじゃない、こっちじゃない。なんでそこで事故ってんの、おめえ。危ない。どこで事故ってんだ、あいつ。やるだけ、音聞こえる。ベロ、もう一回。いいね。でも俺ね、ガスとかあいんだよ。1個上ってもいいかも、これ。1個上って、リロードなかった、これ欠点だよな。で、こっちから車線通して、あそこで多分いるっていう風に思ってるから、こっちから車線通して多分やるっていうのが一番いいんだけど、結構見えないね。どこが来るんだろう。なんか伏せて、でもう聞こえるね。前で走ってくるしかないから、絶対音聞こえるんだよ。ちょっと聞こえるかと思ったら、そんなに聞いたの？怖っ。
いやー、びっくりした。足音ってやっぱ大事だね。